寺島直政です「態度をつくろうよりも心が謙虚であることが大切」そう考える男が祖父の葬式で土地の風習に従い土下座することになりますいざそうしてみると形から生まれてくる心があることを発見します。 土下座和次哲郎ある男が祖父の葬式に行った時の話です。田舎のことで、葬上は墓地のそばの空き地を使うことになっています。大きい松が二、三本、その下に石の寒台。松の寿院はようやく坊さや遺族を覆うくらいで、 改装者は皆炎熱の太陽に照りつけられながら芝生の上や畑の中に立っていました長いなじみでもありまた感ん持ちではあったが心から親切な医者として半世紀以上この田舎で働いていた祖父のために随分多くの人が改装してくれました式が終わりに近づいた時 この男は父親と二人で墓地の入り口へ出ました。階層者に挨拶するためです。入り口のところには道端の芝の中に小さい石の地蔵様が並んでいました。それと向かい合った道端の雑草の上に荒むしろが一枚敷いてあります。その上に 彼は父親と二人でしゃがみましたそこへ来るまで彼は道端に立って回装車にお辞儀するのだろうと考えていましたが父親がしゃがんだので同じく真似をしてしゃがんだのですやがて四季が済んで回装車がぞろぞろと帰っていきます狭い田舎道ですから ののの足がすす。ぐ目の前を通っていくのです靴を履いた足や長い裾と旅で隠された足などは極めて少数で多くは赤金色に焼けた農業労働者の足でした彼はうなだれたままその足に会釈し,しましたせいぜい見るのは腰から下ですが それだけ見ていてもその足の持ち主がどんな顔をしてどんなお辞儀をして彼の前を通っていくかがわかるのですある人はいかにも恐縮したようなそぶりをしましたある人は涙ぐむように見えました彼はこの瞬間にじじいの魂を中に置いて これらの人々の心と思いがけぬ密接な交通をしているのを感じました実際彼も涙する心持ちでジジイを弔ってくれた人々にというよりはその人々の足に心から感謝の意を表していましたそうしてこの人々の前に土下座していることがいかにも当然な 似つかわしいことのように思われました。これは彼にとって実に思いがけぬことでした。彼はこれらの人々の前に謙遜になろうなどと考えたことはなかったのです。ただ、漫然と風習に従って土下座したに過ぎぬのです。 しかるに自分の身をこういう形に置いたということで自分にも思いがけぬような謙遜な気持ちになれたのです彼はこの時赤金色の足と自分との関係がやっと正しい位置に戻されたという気がしましたそして正当な心の交通がやっとここで可能になったという気がしました それとともに現在の社会組織や教育などというものが知らず知らずの間にどれだけ人と人との間を隔てているかということにも気づきました。心情さえ謙遜になっていれば形は必ずしも問うに及ばぬと考えていた彼はここで形の意味をしみじみと感じました。 彼と父親とがそうして土下座しているところへ7あ余りになる老人が仏前に備えた造花の花を二枝手に持って泣きながらやってきましたおじいさんの長生きにあやかりとうてなここ,これをもろうてきましたなあ おじいさんは長生きじゃった。長生きじゃった。涙で声を詰まらせながら、酒に酔うたもののようにふらふらしながら、この老人は幾度も同じことを繰り返して増加を振り回しました。祖父は92歳まで生きたのです。そうして、この祖父が生きていたことは、 この界隈の老人連れに対して命の保証のように感じられていたに相違ないのですその祖父が死んだそれがこの老人連れにどんな印象を与えたか彼はやっとそこに気づきました彼が物心がついた時には祖父はもう70以上でその後20年の間 この界隈の老人が死ぬごとに幾度となく祖父の考えを聞いたものでした。昔の同じ時代を知っている者がもうたった3人になった。2人になった。1人になった。自分1人取り残された。あるいはまた自分の次の時代のものさえももうほとんど残っていない。 祖父はそれを寂しそうに話しましたしまたかしこの祖父の心の寂しさを彼は今まで気づかないでいたのです彼はただ孫の立場でこの善良なしかし頑固な祖父のためにいかに孫たちが余計な苦労をしなければならないかをのみ感じていました 今祖父を弔ったその場で長い間の祖父の心の寂しさをこの造加を振り回す老人から教わりました彼の知らなかった老人の心の世界が漠然とながら彼にも開けてきました彼は土下座したために老人に対して抱くべき人間らしい心を教わることができたのです 彼は翌日また父親とともに自分の村だけは家ごとに礼に回りました彼は赤金色の足に礼をしたと同じ心持ちで黒くすすけた農家の土間や農事の手伝いで日に焼けた善良な農家の主婦たちに礼をしました彼が親しみを感じることができなかったのは こういう村でもすでに見出すことのできる曖昧宿で夜の仕事のために昼寝をしている二三のだらしない女から都会の文明の片りを見せたような無感動な目を向けられた時だけでしたがこの一二の例外が彼には妙にひどく答えました彼はその時 昨日から続いた自分の心持ちに少しひびの入ったことを感じたのです。せっかく登った高みからまた引き下ろされたような気持ちがしたのです。彼がもしこの土下座の経験を彼の生活全体に押し広めることができたら彼は新しい生活に進出することができるでしょう。 彼はその問題を絶えず心で温めています。あるいはいつか帰る時があるかもしれません。しかし、あの時入った日々はそのままになっています。それは偶然に入った日々ではなく、やはり彼自身の心にある必然の日々でした。この日々の繕える時が来なくては、 おそらく彼の卵は帰らないでしょう松次哲郎土下座朗読は寺島直正でした